はい、皆さんこんにちは。今日もエンシュラウデッドやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回ルツボを取ってきて、精錬所の方を作りましたね。武器と防具、あ、武器は変わってないんですけど、防具の方を一応こちら冒険家シリーズにしました。胴体は拾ったやつと大して変わりがなかったので、このまま胴体の方を使っています。まあ、ほぼ冒険家装備ですね。シールドの方も変えましたので、これでちょっとは耐えられるのではないかと思います。ということで今日はですね、農家さんのクエストですね。どこだ？これじゃない。こちらの方、農家用の暖炉ということで、こちらの方に行きたいと思います。途中ですね、おそらくこちらの方のパイクミードの地へ向かうというのも一緒にできそうなので、まあこれもこなしていこうかなと思います。場所的にはここですので、どうかな？塔から飛び降りる感じで向かっていけばいいでしょうかね。では、塔の方に向かっていきましょう。さあ、塔に来ましたね。よし、これでしばらくは大丈夫かな。肉食べて、あと水の方も飲んでおきましょうか。方角的には東の方に向かわないといけないので、こっちの方か。結構ありますね。1キロぐらいあるので、もうちょっと、どういう感じだろうな。あの雪山付近なんですかね。もしくは、奥に見えている塔がそれなのかな？左側を通った方が良さそうかな？ということで、左の方に向かって、遠くに見えるちょっとここ、頭の奥にあるぐらいの町みたいなところを目指しましょうか。よいしょ。さあ、どこまで飛べるかな？ひょっとして、無理かな？霧の中に落ちてしまうかもしれませんね。もう一個のグライダーとかあればよかったのかもしれませんが、ここからではギリギリ届くか届かないかの怪しいところだな。さ、頑張って届いてくれ。よいしょ、よかった、届いた。さ、炎のところまで来れましたね。よいしょ、さ、炎をゲットすると。マップの方も一回ちょっと確認しましょう。現在ここなので、まあ、この通りをずっと行けばいいのかな。ただ、上には登れない。洞窟とかはある？あ、洞窟もないですね。このままでは降りないといけない感じなので、またちょっと強引な方法で行きましょうか。よいしょと、ここは飛べないかな？飛べないですね。二段ジャンプ無理っぽいので、粘土掘っていくついでに、こちらですね、少し掘って、登っていきましょうか。よいしょと。はい、こちらで登れたと。で、どうしようかな。これギリギリいけるか、もうちょっと登っていくか。ということで、ここもちょっと、あ、やばい、落ちた。落ちちゃった。待って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 、落ちちゃった。あ、登ろうと思ったんですけど、落ちちゃいましたね。まあ、いいか。このままちょっと走っていきましょう。7分。7分の間にどこまで行けるかだな。壁は登れる？登れない。危ない。よいしょ。さあ、そしたらスタミナちょっと回復しつつ飛んでいきましょうかね。よいしょと。ま、ああ、敵がいるね。どうしよう。もういいか。ほったらかしでいきましょうかね。どこまで行ける？霧のところは晴れるところまでは登れない。来てるかな？来てるね。来てますね、一人。仕方ない。やろう。よいしょ。あー、強いな、威力が。15か、レベル。よいしょと。あー、めちゃくちゃ強いね。よいしょ。あ、とりあえずパリーで何とかしてるうちに、仕留めたい。よいしょ。やばい、変なキノコいた。キノコさんも通ってたよ。よいしょと、危ねえ、強えな。よいしょ。あ、とりあえず行きましょうか。あんまり戦ってる余裕はなさそうですね。方角的にはこちらで400メーターぐらいか。よし、大丈夫。さ、霧が晴れましたね。ここはでも登れないかな。ダブルジャンプで登れるか？
よいしょと。よし、いけますね。よし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 。さあ、なんかの拠点がある感じかな。でも敵がいたら嫌なので、放置と。で、マップ上は現在ここですね。うん、もう一回エリクサーのところを渡らないといけないかな。さあ、どっか橋とかあればいいんですけど、ああ、奥になんか橋見えますね。うん、もしくは地面伝わりでもいけそうな感じはするな。うん、どうですかね。まあ、橋行くのが一番無難かな。うわ、またいた。またいたよ。ちょっと待って、こいつは魔法でいける？よいしょ。来ない。よいしょと。あ、結構ここ効いてますね。よし、これは楽ちんだぞ。よいしょ。さあ、ブリンクで余裕ですね。オッケー。よいしょ。さあ、そしたら、やばいな。こんなところ、レベルが足りてるのかどうかもよくわからんな。地下になんか降りていく場所があるな。お、なんか粘土がめちゃくちゃ掘れそう。これ粘土か？まあ、降りる必要があるのかちょっとわかりませんが。粘土ですね。粘土めちゃくちゃ取れるよ、ここ。もったいない。今はもう粘土を見てる暇ありませんので、ちょっと素通りしていきますが、やっぱりあっちの橋だな。橋まで頑張っていきましょうか。もしくはこれ、道があるんで、道のところで行けるのかな？さあ、向こう岸に渡れますかね。よいしょと。ということで、とりあえずこちらに行く。ああ、復活の炎はありましたね。こっちに道があるけど、誰かいる？虫か。虫がいるのか。よいしょ。さあ、とりあえずこれで OK。橋がこの上あたりですよね。変なやついる。ああ、なんかやばい。テントがいっぱいあるぞ。こういうところって敵がいるから嫌なんだよね。とりあえず素通りしたい。ダメか。仕方ない。ちょっと入り込んでいきましょうか。ここはどうしたらいい？もうとりあえずほったらかしていきましょうかね。やばい。複数いるぞ。複数いる。170。めちゃくちゃやばいよ、これ。マジか。よいしょ。この装備になってまだこんなに強いとは。待って待って、お化けいるし。どうだ？これ効きますかね？あんまり効かない。ホーミング出してきますかね？よいしょ。ダメだ、食らった。ブリンク中でも食らうのは食らうのか。あー、盾でもう、ほどかない。包帯使っておくか。さらに食べ物も食べておきましょう。強いね、ここら。どうしよう、本当に。よいしょ。そしたらまだいるね。まだいるけど、やばい、撃たれた。無視したい。とりあえず登っていきたい、上に。なんか、やばいぞ。変な声が聞こえた。さあ、強引に、ああ、強引に落ちた。強引にこっちたら落ちましたね。洞窟があった。洞窟があるのは見えたけど、いやあ、引っかかってる。危ない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 。さあ、とりあえず、めちゃくちゃやばい状況になってしまいました。逃げたのがやばくなった。よいしょ。ここ大丈夫？よいしょ。危ねえ。なんか落ちてきた？あ、でっかいボスいる。なんだこいつは。ボスがいた。足が見えた。頑張れ。足まで行こう。ああ！そして、食らっちゃいましたね。こいつは参った。よし、とりあえず橋まで来たよ。よいしょと。ダメだ。落ちた。やばい。なんか変な音が聞こえてる。なんかを食らってるけど、登れないね。登れませんね、ここは。仕方がない。諦めよう。え、これ何？シュラウドの根があるの？ここに。え、そういうことか。ただ、やばいね。これ赤いのに囲まれてるから。どっから行ける？あと5分ですね。危ない危ない危ない。落ちる落ちる。あっちか。
あそこからジャンプしないといけない。よいしょと、ここですね。落ちたらやばいかな。よいしょと、でここの柱、よし。さあここは、よし。これシュラウドのね、ちょっとラッキーだな。こんなところで取れるとは思いませんでしたね。オッケー、よーし。さあ霧が晴れて見えるようになりましたので、どっから上登れる。あそこの櫓とかから登れそうかな。よいしょと、あとはワンドに変える。ここから登ること不可能かな。ちょっと櫓の方行ってみましょうか。危ない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 。ちょっと待って、これ行ける？どっから登れるかがわからないんですよね。ただ敵ボスみたいなのがいるのは分かってる。いや、これ、登れる、登れない。登れない。はは、登れなかった。登れなかった。よいしょと。さっきも来たな。さっきも来て登れなかった場所ですね。よいしょと。引っかかるかな？引っかかる、引っかかる、引っかかれ。よし、これで足場を作りましょう。よし、いつもの足場作戦でなんとか登っていきます。さあ、なんとか登ってこれましたね。よし、ようやく落ち着くことができるぞ。で、向かうところはこっからまあ、まっすぐ行けばいい感じですね。お肉もないのでお肉食べよう。あとは水ですね。で、ベリーも食べとけば5分間は持つので大丈夫。よし。さあ、あと145メーターとなってますが、まあ、ここ、真上は多分行けないはずなので、回り込むことになりそうですね。あ、危ない危ない危ない。よいしょと。塔の鉱石がいっぱいですね。よし。だいぶ戻されちゃったな。さあ、ここはどこまで登れる？結構行けますね。マップ上だと、ここのちょうど正面あたりか。やばい、ここはいけないか。よし、ダメですね。ということで少し回りましょうか。さあ、結局落ちてしまって、また霧の中ですね。歩いていくことになってしまいました。とりあえず、まあいいや、行けるところまでは行ってみましょうか。よいしょ。さあ、道っぽいのに出たな。道っぽいのに出たので、ひょっとしたらこのまま行けるのかな？敵の方は大丈夫。あるな。よいしょと。さあ、こちらを越えていく。よし。OK、パイク港。ようやく着いたかな？ここですかね。どっから入るのかがわからないけど、入り口はどこ？はい、何か来たかな？よいしょ、とりあえず、クエストの方は何かクリアしたような感じがしますね。よいしょ。さあ、そしたらここ入っていくか。引っかかるかな？引っかかる。よいしょと。なんか街みたいになってるね。敵がいるのかどうかが問題だ。さあ、一旦ちょっとマップ見ましょうか。マップの方は中央の方に行けば、パイクミードの地というところがあって、その上かな？ここのところが、違うな。どこなんだろう？夜間を探す。とりあえず夜間を探さないといけないのか。よいしょ。場所的にはもっともっと進んだ場所ですね。敵がいるのかどうかが、それが心配だ。塩と釘を、立派な扉。なんかやられた人がいっぱいいますね。なんかある。赤く光ってるところがありましたが、この中からかな？入れるのは。宝箱。よいしょ。さあ、ピッキングで開ける。改良型ポーション。
これはどっから入るんだろうな。この霧に、危ない危ない、爆発壺がある。霧に包まれてる。いや、変なのいる。よいしょと。あ、やばいやばいやばい。行き過ぎた。よし、ここから、ああ、また根っこがあるの？おー、そしてなんか変なやついるな。これ一番最初のボスかな？ああ、そうですね。こいつでもこんな上からだったらこっちの方が有利じゃないのか？よいしょ。おお、嘘だ。何何何、びっくりした。何が落ちてきた。もう魔法使うぞ。よいしょと。効果的になってますね。ポップとか、あ、ちょっと待って、撃たれてるな。あいつか。あいつがやばいのか。こいつだな。あ、危ない危ない危ない。なんか投げられた。待って。こいつが危ないので、こいつさえ倒せば、なんとかなりそうだな。よーし。敵がいる。パイン消灯棒を手に入れましたね。落ちない程度に行きたいんだけどな。まだいるな。やばいぞ、こいつは。ちょっとやばい。よいしょ。あ、なんか逃げてった。逃げていったので、ボスだけとりあえず、なんとかしましょうか。外した。いや、どこだ？ここからかな？よいしょ。あ、体力回復してる。体力は回復しちゃってますね。ちょっと逃げていかないで。一応なんかこっち、毒矢を持ってきてるので、うまいこと毒になってくれれば、削れるのかもしれないですね。さあ、一方的に撃てるラインに来ちゃいましたね。ん？ちょっと当たらない。当たらないな。なんてことだ。そう、これ、微妙に当たらないな。よし、当たった。よし、OK ですね。さあ、ガンガン減らしていきましょう。あ、逃げてった。待って待って、逃げてたらダメだよ。よいしょ。あ、体力が一気に回復した。そんなことありなのか。さあ、ちょっとどうしようかな。ここ。逃げられると回復しちゃうんですね。そいつは困ったな。当たってるのかどうかももうわからん。もうここでいいや。よいしょと。さあ、ガンガン撃っていこう。よいしょ。さあ、どうかな？はい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 。今度は大丈夫そうかな？引っかかってますね。よし。ああ、なんか剣士も来たな。剣士も来たけど、まあ特に問題はなさそうだ。ああ、奥にまだ一人いるね。さあ、とりあえず遠距離で倒していきましょう。よしよし、いい場所だ、ここは。さあ、とりあえずここで、でっかいのは、はい、終わりですね。よーし。さあ、そしてこいつだね。続いてこいつを倒そう。レベルが15か。当たる？よし、当たりますね。OK。なんて素敵な場所なんでしょう、ここは。よし。さあ、半分ぐらい減らしたので、もうちょっと、杖の方の耐久値ももうちょっと結構、きつめになってきましたね。当たらない。よいしょ。よし。奥にもう一人いるんだけどな。まあ、いっか。あと、これを壊した方が良さそうかな。これ、なんか壊れないのかな。これ、爆発しそうなやつじゃないですかね。よし、もういいや、降りよう。よいしょ。さあ、ボスみたいなのを倒した。OK。あとは、あいつを切り落とせば OK ですね。よし、根っこ2つ分だ。さあ、これで、よし、OK。ということで、これで落ち着いて、夜間の方が探せますね。よしよしよし、夜になっちゃいましたが、とりあえずこっちの方に行きましょう。近接武器にする。松明かな、やっぱり。見えない。で、この渡り廊下っぽいところに、なんかありましたよね。ここにはない。ああ、ないね。
ね、シュラウドの根ってなってます。あ、これか。これがなんか燃えてたやつですね。え、なんだこれは。特に関係なしか。特に関係ないみたいですね。なんてことだ。はい、ということで、こちらの方に進んでいかないといけないということか。よし、こっから行きましょうかね。あ、金の宝箱がある。敵はいない。よいしょ。OK。おー、なんかグローブもらえた。よし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 。ちょっと防御力を確認しましょう。こちら、12の12ですね。キャラクターの方が、あ、15か。ちょっとが少ない。んで、これはどうしたらいい？ここはいけない。ちょっと行ける場所を探していきましょうか。さあ、とりあえず二段ジャンプでこっちの屋根の方には来たので、このままちょっと屋根の方から覗いていきましょうかね。方角的にはあちらの方、あ、違うな。どっちだ？こっちか。の方に行かないといけない。どうしよう。こっからまっすぐかな。とりあえずは。よいしょと。で、ああ、シュラウドの根がまだある。よいしょ。なんてこった。まだありますね。ちょっと怖いな。正面のところに何か光ってるのがあるので、ちょっと取っていこう。ボスいる？敵いる？虫か。虫だけですね。よいしょ。よいしょ。はい、オッケー。ここ壊しておくか。壊す必要はない。よし、オッケー。で、宝箱。よいしょ、なんか魔法書がもらえたかな。で、これでオッケー。二つ。さあ、ここは、復活の場所がありますね。よしよしよし、ちょっと一旦閉めたい。閉めたい。よし、オッケー。で、ここに骸骨がいますね。これ何？これ、え、なんか、これか、ひょっとして。夜間、夜間か、あ、夜間ゲットしましたね。よし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 。さあ、ということで、これで夜間がゲットできたので、まあ、一旦帰ってもいい感じですね。ちょっとマップの方一応確認しましょうか。クエスト的には、どうだろう。これか。ここの続きがあるのかな？ F を行くとやっぱこれですね。ついでだからこれも行ってみるか。ただ死ぬとちょっと厄介なんですよね。左の方、とりあえずあちらの方に向かっていかなければいけない。あ、待てよ。これ赤い霧じゃないのか？あかん。赤、これはあかん。赤い霧だ。まだ行けない。いやー、ということで一旦、拠点の方に帰りましょうか。はい、戻ってこれましたね。それでですね、マップのところ、まあ、ちょっと戻ると、また来るの大変なので、いろいろ回っていって、こちらにですね、一応、ファストトラベルポイントは設けてきましたので、まあ、今度から行くのにちょっと楽になるかなと。まあ、そのままここも行けそうな感じはしますね。これでまた行けましょう。あとは、炎を強くするためには、これをやっぱりもらわないといけないということは、ひょっとしたら、そのままいけたかもしれませんね。ただ、まだ琥珀とかも見つけていませんし、まだもうちょっとかかりそうですね。あ、畑の方が実がだいぶなってるので、まあ、これもまた後で収穫しましょう。では、今日のメインのこの人ですね。農家さんに夜間を見つけたよということで、あとはベリーってなんだ？ OK。とりあえずクラフトで暖炉、これですね。こちらの方を作りましょう。よしよしよし。さあ、そしたらこれを置くことによって、なんかができるのかな？ OK。置きました。ああ、これできるね。ああ、なるほど。料理を勝手にしといてくれるのか。これはかなり助かるな。他にも薬系は、薬系は全部やっといてくれるんですね。トウモロコシをやれば、トウモロコシを焼いてくれると。
なかなか便利なやつだと思います。よっけい。さあ、これで他には増えてないかな。他に増えて、こういうスープはどうやって作るんだろう。材料さえ持ってくれば大丈夫なのかな。はい、他は、増えてるね。さあ、石膏用具が必要だと、ちょっと文字化けしてるので分かりませんが、石膏用のなんかが必要と。そしてこちら、奇妙な手紙ということで、もらいましたね。OK、OK。マップの方ちょっと見ていきましょうか。鍛冶屋の方は、なんか、新しい道具がいけるのかな？これは。ちょっとマップ上に開いてみると、めちゃくちゃ遠いね。これはもう少しかかりそうな感じですね。まだここはいけない。他は見てみよう。他の方は石膏用具を探す。これはどこ？これもちょっと遠いね。まだ行かない感じですかね。よいしょ。さあ、そして他は、これをとりあえずやらないといけないのかな？そういうことですね。とりあえずこちら、次の目標は首都パイクミードの地へ向かうというやつの続きをしていきましょう。ここなので、まあ、ホームポイントから飛べばいけると思いますので、次回はこちらの方に、向かっていきたいと思います。では今日は、これで終わって、また次回この続きやっていきましょう。皆様ありがとうございました。